やるのだ。いいえ閣下、今は引くべきです。なんだと尻尾を巻いておめおめと逃げろというのか。今回はあくまで小手調べ、深追いは危険ですわ。それに数が少ないとはいえ、相手は皇国最強と謳われる猛将、倒すためにはそれ相応の用意というものが必要になるか。まだ機は熟しておりません。今は恩義を大事になさいませ。閣下はこれからのトランスバールを滑る大切なお方なのですから。王者の器をお持ちの閣下ならば、小さなことにこだわっても意味がないこと、ご理解いただけますよね。もちろんである。お主に言われるまでもなく最初から分かっておったわ。それでこそレゾム閣下ですわ。よし、引き上げだ。ネフューリア、あとは任せる。はそう、今は早い。木は必ず熟するわ。もうすぐよ。敵艦隊、交代していきます。今回の戦いは案外スムーズだったな。この先もこうだといいんだが。帰還しました。楽勝楽勝。私たちエンジェル隊に喧嘩売るなんて敵もついてないわよね。私自信がつきました。これならエンジェル隊の一員として恥ずかしくない戦いができそうです。申し訳ありません。今回私は戦闘に集中できていなかったように思います。どうして？バニラは大活躍だったじゃない。いえ、なんだか胸のあたりが苦しくなって落ち着かないのです。申し訳ありませんでした。タクトさん、胸のあたりが今ギュッと。これは筋肉痛の一種でしょうか。アドレナリンの過剰分泌かもしれません。心臓の収縮が高められて瞬間的に負担が大きくなり、軽い痛みが。ちょっとバニラ、大丈夫？やはり変です。おかしいです。これは大変です。バニラ先輩があんなに慌てるなんて、何があったんでしょう。確かに様子がおかしいわよね。心配だわ。エンジェル隊はお前の領分だ。さっさと行ってこい。ケイラ先生、私は心臓の病気なのでしょうか。どうして？バニラ、最近急に動悸が激しくなったり、
胸のあたりが痛くなったりするのです。それは今も痛むの？いえ、今は。ですが、心臓か神経系の異常としか思えません。でも今は何ともないんでしょ？困ったわね。あら、マイアズシル。タクトさん。それが何とも言えないのよ。あ、ケイラ先生、またです。タクトさんが来たら胸のあたりが。あらあら、大変。あら、バニラ、顔が真っ赤よ。はい、いつもこうなんです。心拍数が上がってきて。ねえバニラ、マイヤーズ司令が来たら急にその症状が現れたのね。はい、胸が苦しくなって。つまりドキドキしちゃうのね。あ、そうです、ドキドキするんです。ナノマシンでも治りません。ケイラ先生、私は。なるほど、そういうことか。まあね、分かってみれば簡単なことよ。バニラ、心配しないで。命に関わるようなことじゃないから。そうなのですか？そう。ただね、こればっかりは私じゃどうしようもないわ。今バニラに起こっている症状は医者でもナノマシンでも治せないの。そんな病気があるのですか？病気じゃないのよ。ね、マイヤーズ司令。あら、まだわかんないの？心当たりがないとは言わせないわよ、司病気ではない。それでは、どうすればいいのですか？そうね。どうすればいいかしら。ねえ、マイヤーズ司令。そうね。怖がらなくても大丈夫よ。誰でもそういう風になることがあるの。ねえ、マイヤーズ司令。ありません。医学書にはそんなこと何も。バニラの今の症状はね、医学書じゃなくて小説とか映画の中に答えがあるのかもしれないわね。小説や映画ですか？ああ、そうだ、ランファに相談してみたらどうかしら。ランファさんに？ランファならこの手のことの解決法を教えてくれるかもしれないわ。いろいろ研究してるみたいだし。バニラの症状と今の話をそのまま伝えればすぐに分かってくれると思うわ。はい、では早速ランファさんに聞いてみます。ありがとうございました、先生。ラクトさんも。では失礼します。さてさて、どうなりますことやら。あら、じゃあマイヤーズ司令に答えを聞いてみたらって言ってほしかった？それにしてもちょっとびっくりしたわ。あのバニラが恋煩いにかかるなんて。最初に会った時からは考えられないわ。
人間変われば変わるものね。これもあなたのおかげかしらね、マイヤーズ司令。それで、あなたの方はどうなの？決まってるでしょ？バニラの気持ちにどう答えてあげるの？バニラを泣かせたら承知しないわよ。ね、マイヤーズ司令。タクトさん、どうかなさったんですか？どこか具合でも。はあ、そうですか。ところでタクトさん、ちょっとよろしいですか？先日の正体不明のメッセージのことなんですが、信号のコード変換や波形補正などの処理を行った結果、データ自体の解析はほぼ完了しました。ただどうしても一部の単語が解読できなくて、内容をつかむまでには至っていません。このメッセージはエデンの子らに向けた呼びかけのようなものらしいです。例えば、使命を果たせとか、我らに残された時は少ないといった言葉がありました。おそらく私たちのことを指すのではないでしょうか。トランスバール公国はエデン文明の崩壊後に、その文明圏の中から生まれた国家です。つまり私たちはエデン文明の子孫のようなものですから。しかし重要と思われる単語のいくつかがまだわからなくて、率直に申し上げてこれ以上の解読は難しいと思います。せめてこの時代の言葉の手がかりになる何かサンプルのようなものでもあれば。
ここは倉庫ですよね。ここにサンプルが。ですが、それらの遺物に残された文字や音声とあのメッセージを比較していけば、立ちますとも、これでメッセージが解読できるかもしれません。ありがとうございます、タクトさん。ではここにあるサンプルをお借りしていきます。食事を抜くのは健康によくありません。今日はお忙しかったのですか。バニラ先輩が何か。よろしいのですか。ではご一緒させていただきます。なんだか不思議な匂いがしますね。薬草を煎じているような。いえ、薬ではありません。スープを作っていました。あら、バニラ先輩、そのお持ちになっているお皿は。これはブルースープというのだそうです。本を見て作りました。体にいいそうです。ケール、モロヘイヤ、パセリ、大根の葉、小松菜、シソの葉、その他もろもろの緑の野菜です。バニラ先輩が作られたんですか。はい、どうぞ。私もいただいてよろしいのですか。ありがとうございます。タクトさんも。あの、どうしてそんなに気合たっぷりなんですか。タクトさん、嬉しいです。はい、どうぞ。お口に合いましたか。ではおかわりを。どうした、タクト。もっとシャキッとしろ。マイヤーズ司令、マイヤーズ司令。バニラさんとはどうなってるんですか。もう告白したんですか。またその話か。いい加減にしろ、二人とも。
ってるというか、うるさい女どもに聞かされた。俺には興味のないことだがな。で、司令、実際のとこどうなってるんですか？私たちバニラさんを応援する会としては、司令のお気持ちをここではっきり聞いておきたいんですよね。バニラさんの恋の行方を応援する会です。そうそう、陰ながらひっそりと、ナーファさんが会長なんですよ。バニラさん、私たちのところにお料理の方を借りに来たんですよ。いじらしいじゃないですか。一冊間違えて健康食品の本を渡しちゃったんですけどね。あちゃー、使っちゃったんですね。まあそれはさておき。で、どうなんですか、マイヤーズ司令。なんだ、まだ言ってないんですか。直接話すのは当然ですけど、でも早くした方がいいですよ。バニラちゃん親衛隊の中に不穏な動きがあるって噂ですから。なんでもマイヤーズ司令妨害分隊だとか。ちゃんと休憩時間を利用して交代で活動しているそうです。ご自分を基準にしちゃいけませんよ。マイヤーズ司令に勤務態度を心配されるようなクルーはこの船にはいませんって。いや、その通りだ。率先して部下の手本となるべきなのは誰だろうな。あ、マイヤーズ司令、男だったらビシッと決めてくださいね。タクトが好きそうな服か。女らしさで勝負するならやっぱチャイナドレスよね。ほら、これ着てみて。はい。しまうのですが。あ、じゃあ、そうね、このオレンジでも詰めてみよっか。これは不自然です。ダメか、仕方ないわね。じゃあセカンドミッションはボツってことで作戦変更、次のミッション行こうよ。はい。これで私の症状は治りますか？バッチリよ。作戦が成功すればハッピーになること間違いなし。それにこういうこと考えるのって結構楽しくない？よくわかりません。余計にドキドキする気もしますが、ですが不思議と温かな。
けるわよ。さ、バニラは次の作戦に行ってね。他の服も考えとくから。タクト、何の用？タクトさん、失礼します。まあまあまあ、ゆっくりしてってよ、タクト。悪いんでしょ。こういうことは男がけじめつけるのが筋ってものよ。一緒に見たわよ、恋愛映画。ダメダメ、ストーリーは不治の病にかかった少女と青年医師のラブロマンスなんだけどね。これが泣けるのよ。私なんて何回見ても涙腺爆発よ。それなのにバニラってば。どんな難病でも諦めずに治療を尽くすことが大事なのですね、とか言うのよ。男の方に感情移入してどうすんのよって。それで分かったの、バニラに足りないのは乙女としての自覚よ。だからまずは形から入ろうってことで、乙女チックな行動をしてみることにしたの。で、どう？美味しかったでしょう。なんせ彼女の手料理だもんね。何？なんか不満だって言うの？楽しみにしてなさい。さあ、私もこれから用事あるんだから、用が済んだら出てって。じゃあ、マニラによろしくね。ほら、タクトじゃない。運動しに来たの？なんだ。でもあんたもたまには運動しなさいよ。いざって時に困るのは自分なんだからね。甘い。甘すぎるわ。超甘よ。そうやって油断してると、あっという間に脂肪がついちゃうんだから。そのうちね。フォルテさんたちが合流したら、強制的に運動させてやろうかしら。久しぶりに全員が顔を合わせるんだもんね。あー、でもあんたにとっちゃ複雑かもね。
たまた。そんなこと言っちゃっていいの？みんなが来れば、それだけバニラと二人きりの時間が取れなくなるの？本当はバニラのことしか頭にないくせに。うんうん、そうでしょ。人間素直が一番よ。大丈夫、このランファさんに任せなさい。絶対悪いようにはしないから、大船に乗ったつもりでドーンと構えてなさいって。なんか言った？それでいいのよ、それで。でもその代わり、バニラの気持ちはちゃんと受け止めてあげるのよ。よし、こうしちゃいられないわ。いろいろと仕込みに行かなきゃ。じゃあね、タクト、今言ったこと忘れんじゃないわよ。胃の調子が悪いのですか？もしかして先ほどのスープが。ではこれから治療に行きます。今はお出かけになっています。その間留守番を。いえ、用事もありましたので。あの、タクトさん、今お時間よろしいでしょうか？ではここに頭を乗せてください。そして耳を見せてください。はい、タクトさんを探しに行こうと思っていたのですが、ちょうどそこにタクトさんが。危険はありません。耳かきの先に小型カメラがついています。その映像をモニターで確認できますから。医療行為なのです、本来は。どうぞ。急にお腹が痛くなって、治療をお願いします。残念でしたね、司令。そう簡単にはバニラちゃんに近づかせませんからね。見せてください、治療します。バニラちゃん、早く。え？では、作り置きのスープを。え、あの、え、その。いえ。
し、これも OK と。あとはバニラ先輩を待つだけですね。タクト、なんであんたが来るのよ。これはですね。とと、今は秘密よ。ねちとせ。はあ。お待たせしました。あ、タクトさん。あ、いらっしゃいましたよ。よし、じゃあ始めましょうか。じゃあね、タクト。私たち、あっちの奥の方にいるから。覗いちゃダメよ。それはダメ。タクトに教えたら意味ないってあれほど言ったじゃない。いやあね、人聞きの悪い。女の子の秘密ってやつよ。秘密だったのですか。ですが私たちは単に、だから言うなっつうの。もう行くわよ。これ以上ここにいたらどっちかが必ず口を滑らすわ。タクト、あんたはクロミエんとこにでも行ってれば。そんじゃね。あ、待ってください、ランファ先輩。失礼します。こんにちは。散歩ですか？バニラさんですか？皆さん楽しそうにしてますから。皆さんバニラさんのことがお好きですからね。でもバニラさんも最近楽しそうですよ。僕にはそう見えますけど。ところでタクトさん、宇宙クジラにエンジェル隊の皆さんの気持ちを聞いてみますか。わかりました。では少々お待ちください。という感じみたいです。もう一度ご覧になりますか。そうですか。またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。なんだかお疲れみたいですね。よかったら少し休んでいかれますか。お茶ぐらいしかお出しできませんが。
戻ってきて。ダメ、それはおもちゃじゃないの。タクト、その糸はダメ。あー、どんどんほどけちゃうじゃないの。タクトさん、それも違います。毛糸が食い込むんですけど。タクトさん、ムギムギがそちらに行きました。すみません。これは一からやり直しね。バニラ先輩に編み物を教わっていたんです。私はケイラ先生から教わって。バニラがセーター編んでるのを見てたら、私たちもやってみたくなったってわけ。一段落したところで、息抜きにバニラ先輩に宇宙ウサギを見せてもらっていたんですが、ムギムギが綺麗な毛糸を見てはしゃいでしまって。せっかくうまくできてたのにな。すみません。バニラが謝ることないわよ。もう一度チャレンジよ。私もまた頑張ります。そうよ、出来上がったら弟たちに送ってあげるんだ。私は母に作ってあげたいです。頑張って完成させようね。そういえばバニラ先輩は誰のセーターを作っていらっしゃるんですか？サイズは大きめですし、色も男性向きのようですけれど、ご兄弟かお父様に？いえ、私は家族は。え、申し訳ありませんでした。私ったら無神経なことを。千歳さんは悪くありません。気にしないでください。でもさ、ほら、エンジェル隊のみんなって姉妹みたいじゃない？私はバニラのこと妹みたいに思ってるし。姉妹。なんですって？ランファ先輩は頼もしいお姉さんですよ。そうですよね、バニラ先輩。それにタクトさんは優しいお兄さんですし。優しい？なよなよしてて頼りないだけじゃない。ランファ先輩、それは言い過ぎだと思います。タクトさんはエンジェル隊を立派に統率しているのですから、立派なお兄さんと呼んで叱るべきです。私には可愛い弟や妹がいるからいいの。十分間に合ってるわ。あの、何？兄弟というのは何人もいるものなのですか？そうね、私んちみたいに何人かいるってとこも多いと思うけど。みんな同じ兄弟なのですか？あ、どういうこと？みんな同じように大切なのですか？そういうことね。もちろんみんな大切よ。うちの弟や妹もバニラも、私にとってはみんな大切な兄弟よ。タクトさんもきっと同じお気持ちだと思います。そうですよね。みんな同じ。何か分かりそうな気が。ああ、そっか。そうよね。バニラにとっては兄貴じゃダメよね。ダメって何のことですか？ただの妹じゃダメってこと。ねえ、タクト。
妹ではどうしていけないのですか？だって特別にはなれないじゃない。特別？ランファ先輩が特別なのですか？タクトさんの？え？違う、なんで私がこんなやつの。バニラ、どうしたの？苦しいの？また胸が痛くて。ダメです。もっとひどくなって。タクト！この解消なし！あんたがさっさと言わないのが悪いのよ。何よ、まさか私のせいだって言うの？あの、何のお話ですか？バニラ先輩、どうしたんでしょう？千歳もなかなか大物よね。ま、そのうちわかるから。はあ、そうなのですか？あ、タクト、バニラには会えた？そっか、私の部屋から作戦その4の道具が消えてたんだけど、もしかして。なんでもないわ。天柱！マイヤーズ司令、覚悟！とれー！一文字流星キック！ブハハハ！ちょっとあんた、どういうつもり？退却！あ、待ちなさい！もう、逃げ足が早いわね。なんなのよ、あれ。ははーん。大方、我らがバニラちゃんを傷つける奴は許せんってとこかしら。スキヨの番だけじゃないってやつ？まあ、せいぜい気をつけるのね。恋に階級は関係ないでしょ？どういたしまして。それじゃあ、私はもう行くから。次のミッションはどの手にしようかな。何よ。あんたのためでもあるんだからね。あら、マイヤーズ司令。もう行っちゃったみたいね。耳かき、どうだった？だって、耳かきを貸したのは私だもの。で、バニラにはなんて言ってあげたの？うまくいった？マイヤーズ司令、それはないんじゃないの？もう、しっかりしなさいね。いっそのこと、自白剤でも飲ませてあげようかしら。
もちろんよ。バニラを泣かせたら承知しないって言ったわよね。確かこの辺りに。どこに行ったのかしら。取りに来てこの辺りで落としてしまったんです。私はアンプルのストックを探しています。はい、医務室のお手伝いをしています。私は整備班のお手伝いです。はい、私も急いで見つけて持っていかないと。作業が止まってしまっているもので。はい、私は袖で構いません。ありがとうございました。それでは私急ぎますので失礼します。お礼を言っていませんでしたから、ありがとうございました。それでは。そうですか。はい、私も花の香りは好きです。お開けします。
タクトさん、何かご用ですか？エルシオールの工作班はすごいですね。ここまで完璧なお部屋を用意してくださるなんて。むしろ自宅よりこちらの方が快適なくらいです。よろしければ上がっていきませんか？申し訳ありませんが、靴は脱いでいただけますか？はい、私の星では家の中では靴は脱ぐ習慣なのです。申し訳ありません。畳というものです。麦わらを圧縮して作ったマットにイグサという植物で織ったカバをつけたものです。通気性に優れているのと、何よりこの香りがいいんです。タクトさんがよくご覧になるお庭とはだいぶ趣が異なると思いますけど。弓道の真の目的は修練による自己鍛錬、つまり邪念を打ち払い己に勝つことです。今の短い会話の中でそれに思い当たるとはお見事としか言いようがありません。論理的に物事を見つめ、わずかな情報だけで正確な結論を導き出す。やはりタクトさんは広告の英雄と呼ばれるにふさわしい方です。その弓道による自己鍛錬のおかげで多少集中力が身についたと思っています。いえ、私など無我の境地に達するまではまだまだ修練が足りません。よろしければぜひ。
トさん。入ってもよろしいですか？失礼します。お茶をお持ちしました。お茶。ランファさんからお借りしました。おかしいですか？チーズケーキもあります。間違えました。作っている時に間違えてチーズの隣にあった宇宙豆腐を。うまくいきません。どうしても。ダメ。すみません。失礼しました。ダメです。私、どんどん異常に。タクトさんの声を聞くだけで、もうこんなに苦しくて、どんどん悪化しているようなのです。だから、失礼します。タクトさんは私の病気が何なのかわかるのですか？ランファさんに教えていただいた方法では治らないのです。でもこんなに胸が苦しくて、多分恋。特別に好き。はい。はい。それは。うまく言えないのですが、タクトさんのことを好きと思った時の気持ちは他の皆さんよりも何かが違います。同じ好きという言葉なのに胸がドキドキします。あの症状です。特別な好き。恋。あ、恋。
アクト、聞こえるか？敵が現れた。すぐにブリッジに来てくれ。あ、私も発進準備をします。それでは。でも、敵が。戦闘が終わったら。わかりました。ダクトさんとお話がしたいです。はい、ダクトさん。船の前方に例の無人艦が多数。今分析をしているところだ。敵のリーダーが乗っていたタイプは見当たりません。ただ無人艦の数は相当なものです。おそらくここは敵の防衛線といったところだろう。軍からの情報にはなかったが。どうするタクト、ここは一旦引いてルフト将軍に応援を要請するか。ですが、未だに通信障害が続いています。おそらくこれは敵の妨害です。通信が妨害されているエリアを抜けるにはかなり移動しなければ。確かにな。了解。了解です。任せといて。タクトさん。はい、私頑張ります。ねえねえココ、今の聞いた？うん、なんか目と目で会話してるって感じ。ひょっとしてついに告白を？後でバニラさんに話を聞かなきゃ。お前ら、今は第一戦闘配備中だぞ。真面目にやれ。は、はい。すみません。了解。現在の状況はこうなっている。エルシオールの現在位置はここだ。敵艦隊の配置はこうなっている。以上だ。タクト、どうする？はい、タクトさん、お任せください。もう一度作戦内容を確認するか。了解。